上曽ソタ池は、長野県飯山市大畑連にある池。品野川水系皿川に建設された人造庫で、灌漑を目的とするため池である。上曽ソタ池がある飯山市連には、連税機と呼ばれる農業用水路が通っている。中野市穴田で千曲川の支流、マダラオ川の水を取り入れ、これを起点として返すけ、笠草、ソウ、奥手山を経て、連に至る。 全長は1 3トルに及ぶ。連石が開釈されたのは、江戸時代の元禄の頃。当時の飯山半部新部行、野田喜左衛門正光の手によるもので、彼は連石の他多くの用水路を整備した功績から、用水の神様と呼ばれた。水路の勾配を日の当たる場所では平坦に、日陰になる場所では急勾配にというように緩急をつけているのは、 水を稲作に適した温度まで上昇させるための工夫である。それまでハスでは畑作が農業の主体であったが、連石の改作により水田が増加した。連では用水路以外にもため池が作られていたが、1919年に飯山鉄道工事が始まると、線路敷設に伴い池の移転を余儀なくされる。これがきっかけとなって建設されたのが、 現在の上曽ため池であり、同時に二号ため池及び深沢寺林水路の建設が行われることになった。工事は1921年に寄港、1924年に完成。総事業費は約3万円。JR 飯山線、連駅から上信越自動車道、トヨタ飯山インターチェンジ方面に向かって進むと、 飯山線の線路をまたいだ先に三つの記念碑が立つ場所がある。ここに通じている用水路が連瀬駅であり、これに沿って細い道を進むと上外目池に至る。ありがとうございます。